車してる夜だ。帰り道も忘れて予定にない時間を過ごして、また笑えるまで宿題はポイしたい。もう慣れたはずの一人ぼっちの生活、でもどこか寂しくて思い描いてた夢が消えてたわけじゃないのに、ありがとうございます。